宮沢洋一君。それでは法制局長官の代わりに、確か枝野大臣が法令をここで答弁されるということですので、枝野大臣、国家行政組織法 第16条第2項にはどう書いてありますか。枝野担当大臣。すいません、ご通告ございませんので、条文の条数に何が書いてあるかまでは承知をしておりません。宮沢君。法制局長官であれば、カバンから必ず六法が出て、国家行政組織は必ず入ってますから、答弁されるはずであります。何言ってんだよ。枝野担当大臣。内閣の法令解釈担当として、特に政府の法律その他の憲法適合性についてご答弁をすることについて担当しておりますが、すべての我が国で今適法にというか運用されている法のすべての条文について持ってこようと思えばこの部屋いっぱいになってしまいますので、そういったことはいたしません。宮沢よ、ちょっと説教止めて。はい、説教を起こしてください。の法律の条文を持ってくることは不可能でありますので、ご通告をいただければちゃんと用意しておきます。国家ご指摘をいただいた国家行政組織法第16条第2項は、副大臣の定数はそれぞれ別表第3の副大臣の定数の欄に定めるところによると規定されております。宮沢洋一君。第3項には何て書いてありますか。はい、枝野担当大臣。第3項には、副大臣はその省の長である大臣の命を受け、政策及び企画を司り、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて、大臣不在の場合、その職務を代行すると規定をされております。宮沢洋一君。松原さんは国交副大臣です。前田国交大臣、あなたは拉致問題担当されてますか。前田国交大臣。担当しておりません。宮沢君。そうすると松原副大臣に、命令を出すのは国交大臣しかいないわけですけれども、あなたが担当してないことの命令は出せますか。出せませんわな。はい、前田担当大国交大臣。確か官房長官にこの松原さんを拉致担当のに併任する旨言われたわけでございますから、その面においては私は関知しておりません。宮沢君。官房長官はどんな権限をお持ちですか。藤村官房長官。内閣法第32項に基づく内閣の担当大臣の、大臣の担当する事務は、内閣の重要政策に関する高度な調整であります。で、内閣は国家に対して連帯責任を負うこととされているところから見て、内閣の担当大臣が行う高度な調整に関し、各大臣がこれに協力していくということは当然予定されていると思います。で、その際、拉致問題についての、これは国交副大臣にお願いをしたケースというのは、これは任命のケースではございませんが、山岡拉致問題担当大臣の補佐をするという形で、国交大臣の了解もいただいて、指名したと、こういうことでございます。宮沢君。さっぱり意味がよくわからないんですが、法律に基づいて今おっしゃったこと、もう一回法令上で解釈を教えてください。藤村官房長官。法律に基づいて任命を行った行為ではございません。山岡大臣の補佐をお願いするという、総理大臣発言であったわけでございます。宮沢洋一君。じゃあ山岡大臣に伺います。山岡大臣は拉致担当大臣でありますが、松原副大臣に何らかを命ずる権限をお持ちですか。
山岡国務大臣。端的に申し上げれば持っておりません。それだけでいいですか。じゃあいいですか、はい、宮沢君。要するに松原副大臣にその命じられるのは前田大臣だけど、拉致担当の大臣は松原大臣に何も言えない、また前田大臣も言う権限がない、こういうことをやったわけですよ。総理、我が国は法治国家ですよね。どうなったんだ。よし、枝野法令担当大臣。法令に基づき副大臣としての権力行為等を行使するにあたっては法令に基づいた任命行為等が必要であります。しかしながら今回の件は法令に基づく任命行為等を行ったものではなく、補佐をするようにということでございまして、事実上の行為として閣僚あるいは副大臣政務官はそれぞれもちろん法律に基づいた権限の範囲内で権限行使をいたしますが、相互に内閣として一体的に職務を執行する上で事実上の行為として補佐をするというようなことは事実上日常的にも行われておりまして、そのことの中において特に知見のたたもっている松原副大臣が補佐をすることについておっしゃられたことは法令上の問題は生じません。もちろん国会とのご関係において答弁等についていろいろあったことについては申し上げませんが、法令上の問題は生じません。宮沢洋一君。じゃあ枝野大臣出られたんで、政府は法律に基づかないことができるんですね。枝野担当大臣。法律に基づかなければ権力行為はできませんけれども、法律に書いてないことが一切できないということではございません。事実上の行為として、事実上の行為として、さまざまな事実行為を行ってきておりますし、そのことと法令に基づかないとできないことと、法令に基づかずに事実行為として行われることとにはさまざまな違いがあります。宮沢よ。とんでもない発言だぞ今。いや、それじゃちょっと速記を止めて。残余の質疑は午後に譲ることといたします。午後1時に再開することとし、休憩いたします。山本一太君の関連質疑にを許し、宮沢洋一君の質疑を続行いたします。宮沢君。午前中の最後は法律に基づかないことが政府内閣にできるのかできないのかと、こういうことで、枝野大臣の答弁いただいたわけですが、私は基本的に我々は法治国家でありまして、法律の範囲内で当然行政を進めるのが政府の役割だろうというふうに思っております。9月6日の閣議で、総理は紙、おそらくこの紙を読み上げられたんだろうと思います。拉致問題については松原人国土交通副大臣に山岡大臣の補佐、間飛ばしまして、それぞれ国会対応を含めお願いすることといたしますと、こうおっしゃっています、閣議の場で紙を読み上げてすることの重さということはよくお分かりでございますね。野田内閣総理大臣。閣議でこういう形で、私として読み上げをさせていただきました。そのことは大変重たいというふうに思っておりますし、その結果今般参議院の拉致問題特別委員会等で大変ご迷惑をおかけしたことは深くお詫びを申し上げたいというふうに思います。
宮沢君。国会に迷惑かけたということ以上にですね、閣議の場であなたが任命した閣僚に対して最後お願いすることといたしますと言っても、これはある意味で命令ですよね。これに背く人はいないんでしょう。いかがですか。野田内閣総理大臣。あくまでお願いをしたつもりでございますけれども、結果的には、本来ですと先ほどの議論もあったとおり、国土交通大臣から本来は副大臣に言うべきことをちょっと飛び越えた形になったり、いろんな意味で反省すべき点はあるので、改善をしていきたいというふうに思います。宮沢君。今の話ちょっと違ってましてね、国土交通大臣が言えばいいんじゃないんです。国土交通大臣をお認めになったように拉致問題の権限がない。今までのずっと質疑ですね、これ法律違反だと思ってるんです。法律違反なんですよ。官房長官、法律違反じゃないと思ってるんです。はい、藤村官房長官。今回もそういうふうなご指摘があったんで、内閣法制局ともしっかりと判断をしていただいた結果としては、先ほど申し上げたように、いわゆる内閣法および国家行政組織法等に反するものではないというのが公式な見解でございます。宮沢君。はい、それじゃ もう一度聞きますけれども、国交大臣が指示してればそれでよかったんですか。はい、藤村官房長官。今回足りなかった点がそこなんですね。総理大臣から指示をした。でその上で、その所属する副大臣が所属する大臣からさらに重ねて指示をするというのが今日までのやり方でございました。で今回はそれが抜けていたということは事実でございます。宮沢陽一君。じゃあ国交大臣が解放の件だけ指示すればそれで拉致担当になったわけですか。はい、藤村大臣。形式上はそういうことになろうと思います。ただ関係が薄いというご指摘はもうその通りだと思います。はい、宮沢君。官房長官、解放の対する権限だけで拉致担当ができるとお思いなんですか。はい、官房長官。今回ご指摘いただいたことを重く受け止めて差し替えたいと思います。宮沢君。官房長官ね、はっきりと法律違反だと言ってください。法律違反をやってるんだよ、あなたは。はい、官房長官。間違った点は担当の大臣からきちんと発言がなかったという点は間違ったと思います。それからこれは任命行為でございませんので補佐をお願いするという、これは結局副大臣にそういう補佐をお願いするという今日までの、法律上の引け目がないもんですから、そこで慣例的にやってきたと、こういうことではございます。法制局の見解は内閣法及び国家行政法組織法等に反するものではないと、こういうことでございました。はい、宮沢君。法制局を出さなくした理由もよくわかるような、本当に法制局そんなこと言ったのかなと思いますけれども、明らかに自然に読んどくとですね、国交大臣しか松原大臣に指示できない、で国交大臣には拉致問題の権限がほとんどない、そういう中で本当に法律違反じゃないと言えんですか。そうだよ。藤村国務大臣。関係性につきましては、ご指摘のことを十分踏まえて、差し替えたいと思います。